続いてはこちらです。女性用風俗のお店が2017年頃から急増。現在専門サイトには300を超える店舗、5000人を超えるセラピストが登録され、ブームとなっています。現在のブームの特徴は店舗型の増加と客層の広がり。以前はお金持ちの女性など限られた層が中心でした。しかし最近はイケメンセラピストの増加で利用客の層が一気に拡大。メインは40代から50代、中には70代の利用客もいるとか。人気店のスタッフによると、比較的年齢層の高い女性の利用目的は単純に性欲を発散したいタイプ、女性として扱われたいタイプ、男性と話をしたいタイプと大きく3つに分かれているそうです。利用した50代の女性は、これまでセックスに対してしちゃいけないものという固まった考えがあったが、この年になってセックスについて知りたいと思ったと利用の理由を語っています。はい、金子さん、はい、どうですか、まあ、今ブームって言っていいのか分かんないですけど、利用者は非常に増えてると。はい、大変に興味深いです興味深いというのはその現象に対してですか、それともこの施設に対してですか。施設に対して。施設に対して、はい、それは足を運んでみたい気持ちがどういうものなのかというのと、あの、私はなんか少年っていうネットフリックスかなんかで、はいはい、わかります？ありましたね。あれ誰でしたっけ、はい、松坂桃李さん。松坂桃李さんか、うん、それを見た時にちょっと衝撃的 で、でどういうこういうサービスって実際あるのかな本当にと思ってたところだったので、はい、興味があります。興味あるし興味があります。なんか CM みたいな感じでした私やりますみたいな。でもこれ全然ね、うん、あのおかしなことでもないですし、うん、あの動機としてはいろいろね、その性欲だったり話し相手だったりで年代もね様々で、健太さん、まあね、最近普通に SNS でガンガン出てきますからね。でまたね、あの来る前にちょっと女性を風俗で検索すると、まあセラピストの男の子がみんなその自分の自撮りとか上げてるんですけど、まあイケメンに撮れてるんですよ。もう実際はもうみんな肌ボロボロだったらいいのにと思いましたけど、ね、いやでもなんかそれは女性の方も結構いいのを乗ってたりして、本人来ると違うってよく聞くじゃないですか。あ、ケンスケさん、ケンスケさんからですか、まあ、そうどうなんですかね、本当にそういう人が来るんですかね。あ、ちなみに指名できるとしたら指名されますか、はい、そのいい人を見てですか。それを指名するんじゃないですかね。だって誰来るか分かんないよりは、ええ、一旦そこが正しいかどうか分かんないけども、ええ、まあ、この人が来ればいいなって思って見ると思います。いわゆるその 技も大事だけど、やっぱりビジュアルも技はちゃんと書いてるんですか、このくらいのこと。でもね、そもそも分かんないです。技術、技というとちょっとね、技というとなんかあれなんで、技術、テクニック、技術、テクニック、書いてありますかね、どのぐらいの塩梅でやってくれるかみたいなのが書いてある。いや、そのいわゆるね、多分健太さんおっしゃったように、うん、多分してもらうならイケメンに触れられたいっていう人も少なくないと思うんですよ。そりゃそうでしょうけどね、そんな簡単にイケメン来ねえぞ、うん、きっと。いやいや、そんなことないと思いますよ多分そういうことなんでしょう。だから どうですか、この現象。いや、私はなんか好きじゃないと興奮しないタイプなんで。さすが重森ちゃんさすが、もうね、好きじゃないと興奮しなくて、うん、で好きなタイプがそういうお店で働いてる、働ける感じの方じゃないんですよね、私のタイプが。真面目な、いろんなタイプがいますよ、きっと。だって5000人働いてるらしいですから ね、もう鉄壁な潔癖な人、鉄壁、鉄壁な、鉄壁、鉄壁ガードの方が好きなので、うん、私はダメかもしれない、行くことないと思います。そうだからでも分かんない、うん、でもそこの人にもしかしたらいい人が来て、そこで、まあ、そうか、最初が好きじゃないと触られたくないわけでしょ。そうです、そうです。分かる。でも、全然別物なんですよね。え、でもわざわざ分かんないじゃないですか、やったことがないから。いや、別にこっち側イエスでこっち側ローって構図じゃないですからね。こっち側風俗ありでそっち側なしみたいな、そんな潔癖な、ずるい。
いやいや全然だから私も別にそういうとこ足を運んだことは、はい、たくさんありますし、あのちょっとちょっとほら本当怒ってる怒ってるよ違う仲間と思ってたけど怒ってる違う20代20代あのポイントカード仲間とちょっとここ3つ違いますここそれ20いやそれはねやっぱ男をね、うん、やっぱり行きたくなる夜があるのよ。え、でも行ってどうでした？え、何が？よくいいもんなのか、そんなに良くない。いや、そこなのよ。そんなに技術何の問題もないんだけど、でもここに残るのはね、空虚なんだよね。CM です。行かない。